どうもこんばんは、デビルフのドラム担当のガンダマンです。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジで疲れました。今日もドラムのお仕事を終えた後にこうやって撮影させていただいてるんですけれども、使用感がマジでやばいっす。というのもですね、まずは皆さん4月29デビルワンマンルインお越しいただきましてありがとうございました。こちらのワンマンライブを終えてからというものですね、今5月4日なんですけれども、もうカンタマンは非常に無気力で何にもこう集中できないみたいなあられもない状態になっておりまして、今日のライブもですね、まあ、なんとか乗り切れたんですけど、なんかすげえ疲れてしまっててですね、今回はまったり叩こうかなと思います。で、まったり何の曲を叩いていくのかと言いますと、今回メジャー EP として出させていただきましたダムドの中のインスト曲テープシコラ、これやっていこうかなと思います。ありがとうございます。デビルフのインスト曲はいくつかあったりするんですけれども、このテープシコラはカンタマンが加入してなんと初のインスト曲になるんですよね。ドラムフレーズもかっちょよくつけさせていただいてます。かっちょよく、かっちょよくなんですけど、結構ね手の込んだフレーズがたくさんあるので、レイ君には負けてらんねえぞということで、今回そのドラムの解説も踏まえて演奏させていただきました。どんなイメージでドラムフレーズをつけたかと言いますと、一言で言い表すのは難しいんですけど、静かな水面に小石とかを落としてポチャーンってこう波立った波紋を見てるイメージでドラムをつけさせていただいてます。小石をポチャーンと落として緩やかに揺れていたりとか、結構大きめの石をこうドポーンと落として深くこう沈んでからポチャーンってこう波紋が広がっているであったりとか、たくさんの砂利とかをバシャバシャバシャって入れて泡立てているとかの水の動きみたいなものイメージしてドラムフレーズをつけさせていただきました。皆さんに伝わるかどうかは分かりませんが、想像力をかき立ててご覧いただければなと思います。まったり叩きました、どうぞ。疲れてんだよこっちは。
て水の波紋が広がってるイメージが伝わっているかどうかはわからないんですけれども、ここでこそあれこれ伝わってるかっていうカンタマのスタンプを使いたいところではあるんですけどで今回ドラムフレーズをつけるにあたってなんですけど、ドラムってその弦楽器とかピアノとかボーカルとかみたいにコード感とかメロディーとかで水っぽいイメージとか夜っぽいイメージ朝っぽいイメージみたいなのを作ることができないので、自分の想像と妄想だけでそういったニュアンスを出すしかないんですよね。なので案外想像力がないとそういう演出はちょっとできないのかなとかも思ったりしました自分の中の理論の部分じゃない表現力みたいなのがフィジカルで必要になってくるのかなっていう風に思ってたりします。で今回のテレプシコラはこういう風なイメージでドラムつけましたよみたいなのをざっくりと解説させていただいたんですけど、今回のメジャーリリースのダムドンに関してはテレプシコラ以外の曲も明確に結構イメージを持ってドラムフレーズつけてる曲が多いので、カンタマンこの曲はどういうイメージで叩いてんやろみたいなのをね想像しながら聴いていただければ楽しいんじゃないかなと思います。ではですね、もう今日はほんまに疲れてたんでまったりと演奏させていただいたんですけど、もう帰って寝ようかなと思います。では今日も一日お疲れ様でした。明日も元気いっぱいに頑張りましょう。バイバイマジ疲れた、無気力。